ラスベーザ。コスト170の黒。HPMP が高くて攻撃魔力がぶっ飛んでて回復魔力までぶっ飛んでてもう大変です。さらに戦闘開始時稀に自身に限界突破、呪文ダメージ 10% スキルの HP 回復 10%、 もうまさに黒って感じですね。とりあえず不適合の色には入れときましょうと。魔法キャラなら魔力の暴走率 5% 強すぎー、最高だーこいつは。明快に強いですね。守り人、天地雷鳴士、天地雷鳴士、天地雷鳴士の全員セレシア軍団で、まあ、俺遊べちゃってみましょう。なんて俺言った。とりあえず事前に一回メガモンと戦ってるんで、仲間がいることによる相手からのダメージ軽減はなしで、仲間の絆によるダメージアップは天地雷鳴士の場合ありの状況ですね。出てきたばっかの星4魔王ラズベーザーにこれまでフルオートでいけたら、本当にこのゲーム全クリまであるからね。しかもアクセサリーないからね。あの相手からの天候ダメージをやたら軽減するアクセサリー。俺足痛くて先週ドラクエウォークやってねえんだから。いや本当今ドラクエウォーク界に英雄が誕生する瞬間を皆さん見ることになるかもしれない。参ります。私のすることといえば、私のすることといえばフルオートを押す。ただこれだけです。さあエナジーフローでいきなり最大 HP の許容量アップ。ミスっても回復します。さあ HP が1300突破していく。守る人に関しては HP が1500を突破していく。しかも1500が削り切られてもHP1 で踏みとどまりますからね。そして早速ドメディ発動。さあなんか風打った後メラゾーマ3連発筋肉バリア。さあ手巻きの筋肉バリアの前ではラスベーザの火力もなんかこのちょっと痛い程度。本当にボスなのか。仲間がいることによるダメージ軽減はもうないぞ。なくてもこの火力なのか君。いい。カカロンでしっかりダメージを序盤から伸ばしていけるのも天地雷鳴士のいいところ。決して片手剣は得意武器ではないが、無属性物理最強は天地雷鳴士だと思っております。さあ、闇の茨、さすがに超絶ダメージ、あー危なーい死ねー。さあ、回復間に合うのか。ああ全体回復がすでに発動している。累計ダメージが一定に達すると全体回復も発生する。今んとこ守り人だけか。他は発動しないのか。他は発動してない。プリプリ大ダメージ食らってるぞ。全体回復は発動しないのか。まだ発動しないのか。発動まだしてない。守り人以外全体回復が発動してない。んがふぅなふぅ。まあ、ただね、やられても HP1 で踏みとどまりますから。さあ、ここで、ついに領域展開、継続ダメージ発動。さあ、全体回復。もう全体回復全員行くんじゃない。もう全員全体回復行くんじゃない。いけ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 。行くー。はい、完成。この、終盤になると、それぞれの累計火ダメが一定数を超えることにより全体回復が、まだ、全員は行ってないか。今んとこパーティーの二人が全体回復。発動か?まだ二人だけですね。ちょっと後で計算したらこれ、いくつ以上でね、回復するかわかりますね。守り人、最初にやられちゃうのか?そして黒き祈り!なんかバフ剥がされた気がする。ただ、HP1 で踏みとどまる効果は剥がされてない。さあ、そしてそろそろ全体回復は?全体回復は?発動してない。案外発動しないね。バフを奪ってた?俺のドメディがなんかバフを奪ってる?はい。もうね、天地雷鳴士はね、もう勝手にやってくれますから、ドメディが。勝手にドメディがなんか色々盗んでくれますから。まあ、ちょっとようわからんけど強いっていうね。私がしたことといえばフルオートをしただけです。
初見の、オシオンに対して無効！ラリホーマーは無効！なぜなら女神の守りついてるから。フルオートをしただけなのに全てがついている上に、相手のバフもなんか盗み出して、回復と全体回復が終盤発動しだして、奇跡の剣とかはさ、前半回復すごいけどさ、終盤回復しょぼくなっていくわけじゃない。これ終盤に向けてどんどん回復が強くなっていく。さあ、全体回復が解放。カッチカチじゃないか、我が軍は。全メガモンいけるんちゃうか、これ。まあ、相手にね、見返しとかが多くついてたらね、まあ、必中のね、円月輪とかと組み合わせれば。さあ。これは驚き。これが驚きのセレシア軍団、ウイジン。ちょっとね、これはもう、4突4本じゃない？うん。これはもう手巻き的4突4本案件じゃないこれ。オートをしてるだけでさ、攻撃するし、初めのうちからカカロンで火力出るし、ねえ、終盤全体回復ついてくるし、まあ、気づいたらドメディで相手のギミックのバフ奪っててなんか、ようわからんけど、理解が追いつかなくても勝つし、俺向きー！完全に俺向きー！もうむしろ、魔王手巻きが誕生したんだよ。ね。今回のクエストは魔王誕生。俺のこと。ね。国王のことだとみんな思ったでしょ？のんのんのん。ね。今、魔王が誕生したんです。俺。魔王、俺。ありがとうございます。オートでザウラル的なやつ使うかもちょっと気になりますね。さあ、そしてちょっと待ってね。ここで、バッチリで使ってくれるのか。作戦変えます。バッチリでザウラル剣使ってくれるのか。使わない。バッチリじゃ使わない。他に作戦ないもんね。ガンガンとバッチリ以外ないもんね。命大事にしてみる？命大事にオート。使わない。まあ、そこはしょうがないよな。そして死んだら累計ダメージどうなるのかっていうのもやっぱ気になるよね。どうする？これでアイアイが蘇った瞬間全体回復が発動してたら。サイリンザン。全体回復発動してるー！蘇った瞬間全体回復発動してるー！一回死んでもリセットされへんやーん！